キャンスマッシュです。5月の新しい進化カードは進化ウィザードです。現状弱いカードが進化することでどうなっていくのか解説していきます。進化サイクルは1で、2回に1回進化します。ステータス強化は今回もなしです。気になる特殊能力は炎の盾をまとい、盾が破壊されると周囲に爆発攻撃をします。この爆発攻撃は陸にも空にも当たり、しかも一部ユニットに対してノックバック効果を持ちます。わかりやすく言うと、矢の雨をギリ耐える盾を持ったウィザードで、盾が剥がれるとガゴをギリワンパンできるファイボと同じノックバック性能を持った爆発を周囲に与えます。なのでミニペとかバルーンはノックバックできて、ペッカやプリンスなどはノックバックできません。これにより、接近戦がね、苦手だったウィザードだけど、ババなどに対しても有効だし、簡易的なね、ファイヤーボールのような使い方ができます。一番強いと思ったのは、この呪文に対する耐性がついたことです。ライトニングも盾で耐えれるし、ファイボも盾で耐えれるし。ポイズンウッドは盾こそなくなりますが、本体がギリ耐えます。ラバプラスディガーに対しても、最低限の仕事をするので、ラバはね、結構次の環境厳しいんじゃないかなと思ってます。今後のウィザードは、進化を含めると5コスト相応のね、性能として環境に君臨するでしょう。格上ウィザードは強いけど、同格のウィザードは弱いと言われていた一番の理由はなぜかっていうと、場により長く残りやすいか残りやすくないかのどうかでした。進化ウィザードは場に残りやすい性能なので、かなり強いと、剣爪師は評価します。実際ね、試合の流れで進化ウィザードの強さを見ていってください。そしてですね、また近日、新しい呪文である、新カード、ボイドがね、情報解禁されますので、そちらもぜひ動画楽しみにしていてください。さあ、ということでですね、フレンドバトルね、先行プレイカブトムさんとやっていこうと思います。よろしくお願いしますといったところで、一応バランス調整後になっているので、ダガーガールのね、体力が減ると。減っているという感じでね、カッコ仮とはいえって感じだよな。ちょっとドリルのタイミングが合わなかったけど、まあといったところでしょうか。ちょっとね、回転をあれするために、2.6 ホグに進化ウィザード入れてみようかなと。どうしよっかな。一旦ホグ逆出して、トルネかな。はい。もうウィザード出すな、これは。ウィザード出して、ナイト。さあ、相手も来たね。進化ウィズ。いやー、ウィザード同士、これ、入んないか。大砲で受けとくか、これは。おとなしく。呪文耐性あんのがマジで厄介だな、これ。ウッド使いつつ、さあ、進化ウィズ行こう。見た目めっちゃ好きなんだよな、俺これ。一応、破裂したら、熱いは熱い。ファイボ出しつつ、さあ、ナイト爆破。これ強っ。これ強い。待って、すげえことにお互いなってんな。お互いすげえことになったぞ、今。進化ウィズの爆発同士が当たってはいた。今これホグがきついっていうあれだよな。シンプルにきついよね。ファイボで削りに行くしかないもんな、これ。てか、進化ウィズ、どう考えてもやっぱ強いは強いよな。お、これはウィザードで普通に処理して、
ホグも出しつつ、トビネとか使ってくるかな。さあこれファイボ耐えられるんだよね。まあでもこんな感じで呪文で処理しつつみたいなね。まあウィザード入ったらドリルちょっと減るやろな。ただでさえ弱体化食らってるし、進化ビーズ強い気がする。めちゃめちゃファイブ打ってあげて、はい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 、まあグッドゲームと。まあ試合の流れの中でやっぱあったね、今進化ウィズが強いタイミングっていうのが。なんかね、進化ナイトと似てると思ってて、出し毒めちゃめちゃね、出し毒だわこのカード。あのケツから出して呪文打たれたらもうはいはいはいっていう、なんか進化ナイトとかリトプリに近しい強さがあるなって俺は思うな。呪文打たれてもアド取れるのがいい。ワンパンされないからね。かなり強いぞ。ロケット打たれても大丈夫だしね。やばくない？ロケット打たれても大丈夫。まあ、ポイウッドぐらいだけど。強いよな。強いんだよね。実はウィザードって。やっぱり、この使い勝手の良さっていうのが出てたな。ファイブ打っちゃおう。じゃあプリンセスタワーをね、使うことも増えるかなと思って。ちょっとプリンセスタワーを採用で。エリポンなんだろう。ヒーラー、エリコレやめてー、怖っ。まあ、このジャイデッキがね、このウィザードのとこ進化ボンバーで今流行ってはいるんだけど、それが どんな感じかっていうとこだよね。攻めちゃうか。一旦攻めてみるわ。これね、一応ファイボで飛ばないんよ。まあここに打つでしょ、まず。まずそれを打つじゃん。いや、除去耐性きっちい、これ。これトリトン吹っ飛ぶ？ってのはないか。強いなぁ。進化ウィズ強いな。まあ、そりゃウィザード強いよねって感じだよな。どうやって飛ばす？進化ザップで飛ぶかな。いやー、飛ぶのかな。まあ次はこっちが進化ウィズのターンだから。熱いわ、熱い。いや、これは正直ね。進化ウィズ最強か、ひとまず。相手がこれを除去できないからな。ウィザードってやっぱ火力やばいからね。こんなん結構地獄だと思うんだよな。シンプルにこのウィザードが耐えてるっていう、このウィザードが除去できないっていうのが、そもそもね。まあそうなるよな。まあダガガルが流行るんだったら今後もこんな感じになるか。はい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 、グッドゲームと。わかりましたよと。ちょっともう一試合行ってみましょうか。さあ、ということで、ちょっと3試合目やっていきましょう。よろしくと。まあ、高回転が割といいかなと思ったので、高回転ちょっと進化ウィズをね、いろんな場所に出してみようと思います。アイスピがね、届くんですよ。まあでもこれ見た感じやっぱダガーガールって結局強そうだよな。まあ、でも体力減ったのか。まあまあこんな感じで処理しつつ、ちょっと逆サイのウィザードが渋いがしかしっていう感じ。ウルフウルフダメ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 。ザップ5リット回してて、さあ一旦ウィザード出して、これはまあシンプルにね、シンプルなウィザード。さあウッド耐えますよと。
や、相手もか。いや、これ強すぎだね、今の。そうなんよ、そうなんよ。そうなんよ。いや、今のやば。これは GG だね。いや、今みたいなノックバックが、まあ、強いよね。今までのウィザードにできなかった部分のワンパン。っていうところ。はい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 。なるほどと。ちょっとまたね、新しい呪文の方のね、動画も近日公開されるので、そちらの方でね、まあちょっと予定があれば来期と、もろもろ含めた、ちょっと一旦ね、バッチバチのやつもやってみようと思うので、そちらもね、ぜひ楽しみにしてください。ということで今日は、カブトムさんに出てたんですけど、かなりわかりやすい。うん。まあ、ダガーガールがね、やっぱりこう、ゴリ押しに弱い部分あるからね、今後変わってくるのかもしんない。まあ、間違いなく、進化ビズ強いで、ちょっとウルフが暴れてる。進化ビズ強いのでね、ぜひ楽しみにしてください。以上、あつみしバイバイ、またねー。